うますぎやろがいてさ、うん、なんで発祥っていうか、いつ生まれたの、どういう感じで。ね、生まれたの2年半前だよ。あ、そんな前だったっけ。だから私2年半ずっとうますぎやろが一人やってんの。ね、そうだったんだ。そうだ、え、知らない最近出たものだと思ってんや、こいつ。ちゃうよ。そんなでも2年半も経ってたっけっていう感じ。そう、だから私活動始めたのが2022年の、まあ、5月ぐらいだったんだけど、活動始めてすぐうますぎやろがいを作って始めた。うん、でなんかもともとさ、その食べてるとこいいよねとか、めっちゃ美味しそうに食べるよねって言われることが多くて、うんうんうん、じゃあそれなんか発信したらってなって、うん、っていうのがきっかけかな。あとあの私、うん、目標があるの。はい、はい、じゃあこれはずっと持ってる目標、うん、テレビで食レポをする。あーはーい。でこれはうますぎやろがいがバズっての目標、うん、うますぎやろがいを CM で使われる。おー、自分がある目標のために今できることは何かなって、食べてるとこ美味しそうだねとか、美味しそうに見えるって思ってもらえたら嬉しいなと思って、そのためにうますぎやろがい作ったかな、うん、だからまあ、うん、目標があってちゃんと作ったかも、うんうん、でもさ、そのバズったのがさ、多分なんだけど、まあ、コメントをちゃんとね、見るのよ、いつも、うん、うますぎやろがい2年半やってて草、みたいな、うんうんうん、2年半もやってんのに伸びない、みたいなので、うん、最初コメントが来て、そこからなんか伸びた気がする、うん、あー、ちょっとアンチじゃないけど、そう、言ったらアンチか、アンチ、うん、で、うん、動画が伸びて、インフルエンサーの子がやってくれて、うん、急に伸びたって感じかな、うん、いろんな声をかき集めてやったの。あ、音源、うん、うん、これもね、話したい、うん、私さ、モノマネうまいじゃん、うん、モノマネうまいのよ。音を何個も重ねてるんだけど、うますぎやろがいとかも、うますぎやろがいとか、うますぎやろがいとか、全部自分で声を出して、うん、それを重ねてるの、うん、だから一切エフェクトをかけてない状態で積み重ねて声を取ってるのね。だからそのさっき の新作のやつも、うん、ちょっといろんな声が入ってるの、うん、それも全部自分で声変えて。ちなみに最新のモノマネはレジギーゴー。これ知ってる？見てくれた？レジギーガスやろがい、クーパーのやつでしょ、映画のやつでしょ。知らない。うますぎやろがいがいがいがーてれれってそのがーをアカペラでやったら、みんながレジギガスじゃんって言ってきてめっちゃウケてるわ。いや、レジギガス知らなかったの。レジギガス、レジギガスって何みたいな。で、調べたらレジギガー、あ、ネジギガだっけ、なんだっけ、ギガギガフンフンみたいなでしょ。知らない知らない。 YouTube で調べたらなんかガー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 言ってたから、これのことみんな言ってるんだと思って、うん、あとあのアニメ声とか川ボでとか絶対欲しいよね。どういう声やってったらできます。できます。でもあの男の声はやっぱ難しいよね。声を聞いたそのまま口に出すだったらできる、うんうん、めっちゃ聞いてその伝わって口に出すのはできないけど、じゃあ今その人の声真似やってても、その男の声が入ってないからできない。うん、お、ということでちょっと何ですか、これそば飯ですか。そば飯です。え、私初めて食べるかも。本当？拍手。そば飯でーす。わあ、え、これうますぎるわやる。皆さんに、うさんちゃんの急に魅力をね、え、魅力を、魅力、うん、お伝えたくて。お、いいんですか。でさっきさ、モノマネとか言ってたじゃん、うん、いろんなことができるんです、この人。おう、そう、小学校から一緒の私から言わせてもらうと、じゃあ小中高と一緒の夏が私の魅力をなんか急に語ってくれるらしいのでちょっとお願いします、皆さんにお願いします。まず、運動神経がいい。うん、足速い。いや、足は速い。2つ目、はい、絵が上手い。おー、うん、イラスト
けうまいと思います。シャシャシャって書くのがうまい。へぇーそうなんだ。じゃあ3聞いてもいいですか。これは一番おすすめ。何？字がうまい。おお、うん、だから今度習字やってほしいの。あ、習字企画、うん、確かに。いい、うますぎやろかって書く。うん、結構すごくない？ハイスペじゃない、うん、運動できて、絵うまくて、歌うまくて、字うまい。ダンス、ダンスもうまい。ハイスペなんです。終わり？終わりじゃあリクは？リク的には、字とか、うん、その何かを作り出すっていうのもそうなんだけど、なんかその場の空気感をもう楽しい、ハッピーに常にできる人だなっていう印象がある。これはすごいことだと思います。ムードメーカーが小学生の時のイメージはただただ目立つ、うん、目立つの大好きっていうイメージだったから、うん、確かに。それこそさ、リクがせっかく来てくれてるからさ、サヤ怪獣とかトナクスタとかの話をしたいんだけど、はいはい、これ自分でね、自覚してんの。めっちゃこだわり強いっしょ。まあまあそうかもしれないね、うん、いや、分かってんの。で、いや、これをね、じゃあ例えばで話すると、じゃあ何か作ってもらいました、うんうんうん、に対して、もうちょいこういう感じっていうのはもちろんあると思うんだけど、それが多分すっごい私の場合多いし、細かいし、伝えるのが多分ね、あんまり上手じゃなくて、うまく伝えられないから向こうもどういうことってなっちゃうじゃん、うん、っていうのを多分毎回やってる気がする。まあね、でもそれは普通に必要なこととして捉えてるから大丈夫ですよ。本当？うん、いいものを作る上ではね、うん、でも期限いつも守んないよね。ごめんなさいでもこれ友達だから多分リクも、いや全然許して、私のわがままっていうかさ、こだわり許してやってくれてるしっていうのがあるから、いや本当これからもよろしく。イラストレーターってめっちゃいるじゃん、頼めば、うん、だけどやっぱ頼みたいのリクもし、サヤ怪獣を生んでくれたのはリクだから、じゃあサヤ怪獣を何か変えるってのはリクにしか頼めないし、やっぱでイラストがずっと好きだからさ、うん、高校の時から、うん、でさ、なんか将来一緒に仕事できたらいいねとか言ってたじゃん、ね、高校の時。そういうのも叶ったから、なんか思いがさちゃんとあるわけ、リクに対して、うん、だからそれも含めていつも頼んでる。ありがとうございますこういうのはね、ちょっと言葉に伝えないと、そうそうそう、届かないので、うん、ただの面倒くせえ女だと思われる皆さん大事ですよ、言葉でちゃんと伝えてくださいね。今から桜巻き食べます。桜のリキュールが入ってる桜味ですね。もちもちしてる生地だからか粘り気が。そうね、あんこ陳列。おー、美味しそう。あんこと、あんこですめっちゃうまいわ。めっちゃ桜、あのホット桜餅みたいな感じ、うんうんうん、だけど桜餅よりその生地の分量が少ないから、あんこをもっとダイレクトに感じられる。めちゃくちゃ美味しい。え、これ食べてほしい。うまいよね、うん、結構感動物語デザート美味しいっていいよね、うん、なんかさ、それまでが美味しくてもここデザートあんまなんだよなって、ちょっとさ物足りないじゃん、うん、でさ、なんかコンビニにしちゃおうよってなっちゃうじゃん。けどデザートまで一本の店で終わらせられるっていうのがめっちゃ魅力的ということで、じゃあ皆様こちらの原宿にある桜亭ぜひ食べに来てみてくださいということで、バイバーイ。バイバーイ。うわ、うまそう。